とともきん TV です。はい、どうも、お騒がせいたしました。無事、お部屋に入ることができました。いやーしゃーということで、このハイテンションを切り捨てて、まず知人に電話をして、鍵が無事見つかりました、お伝えして、とりあえず、叱られることもなく怒鳴られることもなく、じゃあまたということで電話を切って、で警察の方に、遺失物届を出したんですけれども、って言って鍵が見つかりましたとお伝えしたところ、じゃあ処理したものを破棄しときますって言われて、でもらった遺失物届の紙、それは破いて破棄してくださいということだったので、後で破棄したいと思います。とりあえず、動画を上げる前に、何か部屋のものが、なくなっていないか確認したところ、一つもなくなっていませんでした。知人には本当、1時間半もね連れ回しちゃって、で並びに僕の家とね、知人の家をなんか10往復じゃねえ3往復ぐらいしてくださったんですよね。でそれで1時間半ぐらいかかっちゃったのかな。で迷惑かけちゃったんで、とりあえずお詫びをねしたいなと。売れてない YouTuber ですけど、それなりにお礼をしなければならないと思っています。 YouTuber だからっていうんじゃなくて、人間として人としてきちっと礼儀を正しくお礼をしたいと思います。並びに、小さいお子さんがいらっしゃるので、その子たちにも何かプレゼントを、したいと思います。それでは、ちょっと初めにヒカキンさんで始まったり、トモキン TV で始まってみたりしたので、ヒカキンさんで締めたいと思います。それではいきますよ。最初はブンブンじゃんけん